そう、私ね、下道好きなんですよ。高速はね、楽でいいんだけどね、趣がないでしょ。だから下道をね、ひたすら走っていくっていう、そういう旅はまあ昔からやってますし、今でもやってますしっていう、非常にね、好きですね。まあ、この自転車のね、この旅と一緒ですよ。のんびり。のんびりというのはマイペースでという意味ね。マイペースというのは、のんびりというかな、語弊があるな。ゆっくり、決してゆっくりという言葉じゃなくて、自分のペースで走るということね。そう、私のマイペースはまさにマイペース、自分のペースだから、普通の人が見たら早い時もあるし遅い時もあるしっていう、そんな感じですよね。のんびりも自分的にのんびりしてるだけであって、はたから見たらのんびりじゃない可能性もあるという。富田スプリング、富田か富田か分からんけど、レトロでいいね。この界隈もね、正直屋さんの古い建物もなくなったでしょう。表にあったけど駐車場になっちゃったし、気がつくとね、どんどんレトロはなくなっていってます。幸いにして私もこの3年間精力的に名古屋市内を回っておりますので、古い動画ね、今も時々出してますけどね、3年前ぐらいの動画とか。あ、なので皆さん、ご承知を聞いていただきたいのは、一応タイトルに全部撮影年月を入れてます。何年長っつってね。何これ、丸い月どら焼き、おいしそうやね。食べるとこはないな。そう、撮影年月をタイトルに全て入れております。なので、まあ、ど古いやつはね、動画撮り始めがだいたい2020年の9月ぐらいからなので、ど古いと言っても知れてますけど、まあレトロ建物的に言うと、あ、須原町のバス停前を通過、レトロ建物的に言うと3年前でもど古いのはその当時はあったけどもうありませんっていうのは結構あるので、結構私もだからその古い動画を見返してると、ああ、ここまであるじゃんとかね、あれ、ここそやもうなくなっとるよなっていうところたくさんあって、もうなくなったものは取ったもん勝ちなのね。だからもういつ出してもいいというゆったり構えてますから、あえて出してないっていうところも多々ありますけど、まあ私もね、こうライバルじゃないですけどね、私にとっては皆さん先輩が多いので、この動画については先にね、先駆者先人の方々、いろんな方々ね、参考にさせていただいて、私も動画を始めまして、それぞれ皆さんね、こういうやり方をされとるかという感じですけど、まあさすが毎日アップしてるような、奇特な方はなかなか見えないので、私ぐらいかなと。私にとっての取り合いはそこなんですよね。まあ、毎日アップするぐらいしかそんなに差別化できないので、頑張って毎日アップしてるっていう感じですね。ちょっと裏から行きますね。若干アップダウンがあるのは承知ですが、五木曽八幡宮 400m、 正月混んどったね。めちゃめちゃあんなに並んどると思わんかったな。びっくりしたな、あれは本当に驚きでした。お、こうなんかレトロな建屋だね。結構古い、ね、いい感じだ。まだ知らんうちにバッテリーが切れとりまして、あかんな今回買ったやつはって毎回同じ話をしてますが、もう高いからね、サードパーティーのバッテリーを買ってるんですけど、今回は完全に外れだね。ばらつきがひどすぎる。だしね、何しろ電源一回切っちゃうともう復帰できない。残量が例えば3割ぐらい残ってたとしても、電源一回落として復帰させるともう立ち上がらないっていうことが多々ありますね。まあサードパーティーあるあるですけどね、まあ中華製あるあるですけど、まあでも安いもんでね、もうしょうがない買ってますよ。3分の1ぐらいで売っとるで。純正品は高すぎてね、このバッテリー、まあどのメーカーもそうですよ。特に日本製なんかも極端高いけど、ソニーあたりのビデオのバッテリーぐらいだったらまだ比較的ね、インフォリチウムの関係とかはまあ割と持ちますけどね。この前も買ったけどね、しょうがないから、もう古い機種だけどバッテリーないと使えんもんで、しょうがないし1万数千円出してね、高いバッテリー買いましたけど、買っとかんとね、廃盤になっちゃうともう使えなくなっちゃうし、やむなく買いました。ほんともうバッテリーだけ共通化してほしいよね。もっとコストを落としてほしいなと思うし、プリンターのインクと一緒でね、消耗品で稼がんと商売にならんっていうビジネススタイルなのかもしれませんけどね。さあ、火山コーヒー店、木が切り取ら、木が葉っぱがあれへんもんで非常に寂しい感じがしますね。こう木が割とね、うっそうとしてたイメージがありますけど、ここの通りもね、非常に車が多くて怖い。もう追い立てられるがごとくね、後ろから車が来るんで。さあ、内通り4丁目。さあ、東区、東区、昭和区、五木曽管内、ゆるゆると東に抜けております。あなたのお腹はポンポコリン。はい、そうです。たぬき御殿。お、インサイト珍しいのを走ってるな。あそこ、このマックスバリューの向かいにあった商店長屋も火災でなくなっちゃいましたね。駐車場になってますけど、この残り蜜蜂、焼肉一品料理蜜蜂、その他は残っておりますけど、
ここはね、裏通りだけでやたら車おるんだよね、いつも。どえらい通る。さあ、米と食品、久間商店。いかにも昭和のお米屋さんという感じですね。先般の動画でいただいたコメントで、まあ、米国手帳というね、ワードが出ておりましたけど、私も米国手帳は何かで一回チラッと見たぐらいで、使ったことがありません。まあでもそれがないと買えなかったんですよね。まあ先輩公社なんてもんが存在するぐらいでしたから、まあ塩だのタバコだの、まあお米もそういう意味では一応こう配給、何制度って言ったらちょっと私も詳しくは知らないんですけど、配給ではない、何かね、そういう流通量が統制されてた物品だったようですけどね。まあ今は普通にスーパーで売ってるしっていう、まあ、あの食料の自給率の話がありますけどね。まあ少なくともなかなか農業をやるにはその農業委員会の許可があってどうのこうのという、まあ面倒くさいことがいろいろあって、非常にハードルが高い、ハードルを高くしちゃってる。我が国の繁栄を目指すんであればもっともっとね、いろいろあるべき姿を持ってからでいかんなと。あんまりここでね、そういう政治的な話ではしないようにしてますけどね。そういうチャンネルではないので、我が長屋も含めた我が国がより良くなりゃいいなという、そういう思いがあるんですね。誰しも思いますよね、それはね。あの小難しい話は実は結構小難しい仕事をしてるのでできるんですけど、あんまり動画で言いたくないなっていうのもあったりね。まああのだから小難しいネタはあんまり話さないようにはしてますけどね。小難しい話聞いても面白くない人が大半だと思いますんで。あとは税務のことは詳しくありません。私は税金関係は広地本町5丁目ここから山崎川がそこにありますので下っております。山崎川というとね、どうしても桜が思い浮かびますけど、一応源流は猫ヶ浦になるんですかね。なので元山交差点を抜け、猫ヶ浦通りを遡り猫ヶ浦池へつながってるっていう、まあ猫ヶ浦池そのものの水源、まあどっからったら、まあどうなんでしょう、どっから流れ込んでんのかな。まあといっても結構山の上だもんね。だから自然の雨水ですかね、あれっていうのはちょっと分かりませんけど。さあ本日も先ほど購入しましたみたらしが背中のデイパックの中におりますので、割と背中が熱いです。管理地、ここ何があったっけ、なくなっちゃうと分からんよね、本当に。さあ駒形町2丁目駒形といえば駒形中学を思い出しますね。人事が何人かおったんで。駒形中学ここかな、これ体育館だよね、駒形中学。さあ田舎館内突入しまして、マリオはあるのかないのかって、ないに決まってるだろうっていうね。この前閉店しまして、看板は残ってるね。カレー、丼、イノシカ料金安いマリオ、看板残ってます。店、お店どうなっとる。ああ全く何も店の中にない状況、本当なくなったなって感じですね。重機カウンター残ってるけどね、それ以外はもう何もないっていう感じですね。まあそりゃそうだよね、いつまでも残しておくわけにいかんだろうから。